私は遠山忠義、部落解放同盟の宇多田地区支部長をしている。宇多田は丹波笹山の山のふもとにある小さな農村だった。しかし国や兵庫県からたくさんのお金が出て、地区の改良事業が行われた。その結果、細かった道は区画整理され、近代的な住宅が建てられ、立派な公民館もできた。もちろんこれは我々解放同盟の運動の成果だ。しかしいざ改良事業が終わってしまうと、地区の人たちは運動に関心を示さなくなった。それどころか、もう解放同盟は必要ない、解放同盟は強欲な利権集団だと非難する人まで現れた。このままでは支部自体が立ち消えになってしまう。存在感を示して国や県からもっとお金を引き出すにはどうしたらいいだろうか。何何？〇〇市役所のトイレに差別落書き、〇〇市当局の責任を追及して球団集会。なるほど、これだ。私はこの地区の自治会総代の西尾和也を訪ねた。彼は同じ解放同盟の仲間でもあった。あ、遠山くん、どうした？西尾くん、最近支部の運動がさっぱり盛り上がらないじゃないか。そこでよそでよくあるような差別落書きを書いたらどうだろう。どういうこと？自分で書いて自分で糾弾するの？まあそういうことだ。アホなこと言うな。なことはできるか。ああ、今日も役場に行って同丸予算について申し入れをしてくるかな。なんだこりゃ。丸ったしね、丸つこ丸せ、これは差別落書きというやつだな。しかしどこのアホの仕業か知らんが、よう書いてくれたな。もちろんこの落書きは私の仕業だ。型紙とスプレーを使って解放同盟兵庫県連委員長大西正義のワゴン車とその近くの石垣のほか、宇多田地区の農機具倉庫、笹山市民館駐車場の路面にも同じ落書きをした。解放同盟兵庫県連委員長はいわば兵庫県の解放同盟のボスだ。その車にあんな落書きをしたのだから、ただで済むはずがない。効果は適面だった。差別落書きは一般町民の仕業とされ、笹山町の職員、教職員、町議会議員、各地の自治会長まで引っ張り出されて、何度も緊急集会が行われた。集会の参加人数は延べ800人にも上った。宇多田ではあれは遠山の自作自演だと噂になった。それもそうだ、西尾総代のこともあったし、落書きに使った型紙とスプレーと手袋は村の友達に処分を頼んだ。でもまさか同じ村の住民が私を売ることはないだろう。この村の改善事業は解放同盟の運動の成果、いわば解放同盟からお金をもらっているようなものだ。解放同盟の運動が盛り上がれば国や県からお金が出るし、みんな喜ぶはずだ。しかし私は甘く見ていた。差別落書き事件から2ヶ月後に同じ町内の菅林保館で行われた解放同盟兵庫県連の集会でのことだった。皆さんお集まりいただきありがとうございます。昨今は悪質な差別事件もあって、ますます我々の存在意義が問われています。この機にさらに運動を強化しようではありませんか。委員長、この場を借りて緊急に報告することがあります。君は宇多田の副支部長の西本明義君か。何事かね。あの差別落書き事件ですが、犯人は組織内にいます。私は犯人から落書きの自作自演を持ち上げられましたが断りました。
それだけでなく、落書きに使った道具の処分を頼まれた人物も分かっています。証拠として落書きに作ったスプレーもありますよ。ちょっと待ってくれ。それは重大なことだから今は軽率なことはしないでくれないか。西尾総代と西本副支部長は解放同盟兵庫県連から事情聴取された。当然犯人は私だというもので、その証言はとても詳細で具体的なものだったようだ。町も独自に調査し、やはり差別落書きは自作自演の疑いが強いと確信し、解放同盟に対応を迫った。差別落書きは私の自作自演だという噂は瞬く間に町内に広まった。解放同盟も町も差別落書きの話題を一切出さなくなった。私も解放同盟兵庫県連から事情聴取されたが、絶対にやっていないと答えた。そう答えるしかなかった。幸い解放同盟は私を守ってくれた。一度は私の処分と小田田支部の解体を決めたものの、私が否定したのを受けて白紙に戻してくれた。あとは身を潜めてほとぼりが冷めるのを待つだけだった。しかしこの考えも甘かった。事情聴取から1ヶ月近く経った時、町や解放同盟が黙っていることに功を煮やした西尾と西本が町に対して差別落書き事件の真相を究明するよう求める1万2000枚ものビラを町内に配ったのだ。さらに私は驚くべき知らせを聞いた。ビラの配布は西尾と西本が同じ村の全国部落解放運動連合会支部員の松本時代と連名でやったというのだ。全国部落解放運動連合会は略称を全会連といい、解放同盟と激しく対立する共産党系の運動団体である。こともあろうに西尾と西本は解放同盟を裏切って敵対組織と手を組んだのだ。全会連の機関紙には3人の仲良さそうな写真が掲載されていた。私は困惑した。そして怒りに震えた。この村の改善事業は解放同盟の成果だ。彼らの裏切りは差別だ。差別と言わず何というのか。私は解放同盟兵庫県連の本部に電話をかけた。はい、兵庫県連です。遠山です。小田田支部長の遠山。はい、遠山さんですね。あのね、私は本当にやってないですからね。私は命をもって身の潔白を示すつもりだから。え、遠山さん、どういうことですか？その日の深夜、私は自動車を農機具倉庫の前に止めた。マフラーにホースを差し込んで、それを窓の中に引き入れ、目張りをした。そして自動車に乗り込むと、エンジンをかけた。翌朝、車の中で遠山の遺体が発見された。その後、解放同盟は、遠山の死は共産党全会連によるでっち上げ、差別キャンペーンが原因だという声明を発表した。一方、全会連も機関紙で、遠山は解放同盟の腐敗、堕落の犠牲者だと非難。そして解放同盟小田田支部からは、遠山派が排除された。自治会の総代には引き続き西尾が選出され、会計等の役員は全会連支部員が選出された。